ゲーム版デートアライブ第2弾、立花講師によるストーリー原案とつなこデザインのオリジナルキャラクターで紡ぐ偽物と初恋の物語。現実を模した非日常に突如現れたイレギュラー。少女の問いに答え、世界を変えるただ一つの方法はデートして出れさせること。それならば実際に愛の形成育成をシミュレートする。それで答えは見つかるかもしれません。愛とは何なのか、選択の先にその答えはある。さあ踏み出して、いつか始動。選ぶのは誰？プレイステーション3専用ソフト、デートアライブ、アルスインストール、2014年6月26日発売予定。あなたに問います。愛とは何ですか？